今日はユニクロのベルテッドタックワイドパンツを使ってコーディネートを組んでいきます。スウェットは H Beauty & Use で購入したダメージスウェットクルー。このボロボロさがアクセントになります。そして今日もヘアセットをしていきます。今日のアクセサリーはヴィンテージのリングと時計はロレックスのオイスターパーペチュアルデイト。そして今日のメインアウターはカーハートのジャケットです。こちらも古着屋で購入したのでだいぶ味が出てます。正直クリーニングに出したい。モスコットのサングラスをアクセントにします。そして足元は安定のブーツ。今日はこんな感じで完成。